皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中野です。聞こえますかん聞こえてないかな皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日は2023年9月15日金曜日でしたね。9月ももう半分終わっちゃいましたね、本当にね。 早かったですけれども皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか <coughs> まあ僕の方はですねまあ今日はゴミを捨ててですね金曜日でしたね朝あ燃えゴミを捨ててですね NSK の連続ドラマ小説「ラマン」を見てですね今日はねあと ちょっとね、松戸の自分の家に行ってねあの、宅配便を受け取らなくちゃいけなかったんでね結構忙しかったですねまあ忙しいって言ったって行って受け取って帰ってくるだけなんですけどまあなんかねそれだけでもそわ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 しますねまあなかなかね向こう行っても来なかったりするんでね 大丈夫かな大丈夫かなって心配したりしました。はい。で、今日は雨降ったりね、しましたね。あの、大きな雷がゴロ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 鳴ってですね。マ、まあ、スコールって感じかな。一過性の雨が降ったりしてですね。あの、大変でした。まあ僕も帰りがけにね、あの、サミットっていうね、食品スーパー行ってですね。 フルーツ買ったりね、バナナ買ったり、スイカ買ったりね、お弁当買ったり、パン買ったりしましたね、ジュース買ったりね。あの、サミットはね、美味しいですよ、お弁当もね。お弁当も、<coughs> パンも美味しいです。はい、一番まジいのは、どこかな。まミマとかな。うん、その次は、なんてと怒られちゃうからね。 やめときます。ドル円の方なんだけども、上がりましたね、今日ね。<coughs> あの、今週の月曜日ね、窓開けて、さ <coughs> あ、こうか。 で、200ピプス下がったんですよね朝ね200ピプス下がったんですよこれ刈られちゃった人多かったかもしれないねまあここら辺ここら辺でロング入れてあー結構多かった50ピプスぐらいも多かったと思ってそのままにしといたら今度150ピプス下にいっちゃって ここから150円下に行っちゃって、かられたって思う人多いと思いますね。まあそれ、まあ僕なんか変わりないと思っててね。あの、100万円ぐらい利益出ましたけどね。あの、まあこ、ここでね、1百0万ぐらいあったんです。万ぐらいあったんです、利益がね。それをまにしてたら、ここまで行っちゃって、酒つび。マイナス20万ぐらいになっちゃって。 100万、1 0ら万通過入といたんですよね。で、わあまずいなと思ったんですけど、あの、マイナス40万か。ぐらいま,まずいなと思ったんですけど、なんとかねし、しのいで、上行ってくれてね、こうやって助かりましたね。ほんで、今日金曜日なんでね、一番上ですね。まあ、金曜日は大体上がりますからね、絶対、絶対、ほとんど絶対ね。で、まあ、 あのなんとか窓埋めたって感じですね。月曜日の窓をなんとか今日埋めたって感じですね。はい。で、まあこう見ると、じゃあ去年のね、これ151円。あれ。151円、まだかさまだ。 まだまだですね。今148円ぐらいですからね。あと3円あるね。三0 0ピップスあるね。300ピップスありますね。まだまだですね。行くのっつったら。 行くんでしょうね。うん。あと300ピプスはね。行くと思いますよ。で、分かんないけどね。150。ダブルトップで151ですね。これ151だからね。 でもまあ,あの、その手前で下がっちゃうときあるんだよね。150とか149とか。もちろん148。それはまあ、もう148だからね。もちろんもう、まあ、月曜日から下げ始めるってのはあるから、今日はちょっと持っていちゃいけないよね、うん。土日持ってると、多分下下げて始まるかもしれないね。 うーん、まあ、そろそろ世界情勢が、ね、どうなるかですね。まあ特に中国の動きが全然見えてこないからね。あの香港香港なんかも大洪水起きてるしね、半分ぐらいね。まあ、あとモンゴル地方の方、何、まあ、か陸部の方では放射放放射射能の放射線かなんかの放射線漏れでね。なんか 大,大規模な患者が出てるみたいですね。まずいですね、<laughs> 習近平さんが出てこなくなっちゃったからね。うん、あのー、多分内部分裂ですね、共産党のね。うん、まあ、あとはあのー、不動産、中国の不動産バブルが崩壊したんでね。 まあそれの立て直しで躍起になってると思うんですけどまあどうにもなんないよねもうねあれねうーんまあ結局ほっといたら自爆したって感じですかね中国はねでまあロシアと <laughs> まあ中国はちょっとねダメだってことでまあロシアと北朝鮮でなんとかこれからしのいでいこうって話でねな <laughs> ロシアも中国もねあのお金使わないからねあの2人はね、うん、寒い国の出身だからねだからロシア人も北朝鮮人もパスポート持ってね旅行なんかしないもんねロシア人いないもんね世界中にねましてや北朝鮮人とかいないしね ねそうにね、うんどうなることですかねまあこれちょっとわかんないですねまあ360円いくって話なんだけどねまあ200円超えたらちょっとよ世の中おかしいなって見た方がいいね200円 まあ200円とか100。150円でも十分おかしいけど、まあ、例えば180円超えたら、うん、まあなんか本当に日本円がなくなっちゃって預金封鎖になるんだろうなって思った方がいいですね。じゃあどうしたらいいかって言ったら、まあビットコインに変えるとか、イーサリアムに変えるとかで、ね。 リップルとか体のやつ変え、変えた方がいいけど、全部を全部変える必要はなくて、まあ、そっちもね、ビットコインなんかも、買っちゃいけないなんて言われちゃうと困っちゃうから、あの、まあ、メープル金貨とかね、まあ、金、金、銀、財宝ですよね。あの、本物の金ですね。に変えた方がいいですね。あれ金貨銀貨だったら、1万円、2万円で買えますからね。 うん。<laughs> 例えば、貯金500万あってね。まあ、500万、でもなくな,な,くなっちゃうわけじゃないですか。新しい。<laughs> 新しい。家に変わるからね。<laughs> だから、家にあるものはね全部銀行に預金してくださいってなるでしょう。で9割。 税金取られてさ、1割だけ返しますからってなったりしい1割だけね、新しい紙幣で返しますと。まあ、そうなるでしょうね。であの、銀行にね、入ってない紙幣はまあ向こうとなるから500万全部突っ込まないとだめですね。500万円全部銀行に入れて、で、50万円で殺せると。 あとは税金で取られると。まあ、こういうことですね。まあ、昔も一回やったからね、日本はね。あの、戦費獲得のためにね、まああの、戦争負けたね、賠償金を支払うためにやったんですよね。<laughs> やるだろうね。うん。 やり方一緒だからね。新紙幣発行して、救旧冊は無効と。で、全部銀行に入れないといけないよ。残念ですね。あとはビットコインに買えとくか、地金に買えるか、そうですね。まあ、ロレックスとか腕時計とかね。 まあ絵画絵画とかねいろいろありますからね早目のものに変えるとまあ土地土地 <laughs> ごめんねなん,かなんかグミかなんかあればいいんだけど飲み物も何もないんですよねそういえばあのアレルギー性のねあの のあの、薬飲むとね、全くね、奇跡出ないんですよ。それね、知ってんですけど、そればっかり飲んでたんですよね。そうすると、まあ、なんか、それがなくなったらどう,どうしちゃうんだろうと思ってさ、やめたんですよね。うん、すごく効く薬でね、アレルギー。 すごい良かったですよね。出来が全く出なくなるんですよね。はい、それでまあ、ドル円なんですけど、まあ、ちょっと落ちてきたかな。あ僕はね、もう冷、冷やし、<laughs> 冷やし以上しか見ないからさ、上がってる、下がってる、なんか、あんまり気にしてないんですけど。 ちょっと垂れてきたね、これね。<laughs> うーん。まあ、あのー、先週の山を越えられなかったね、今週はね。これ、月曜日の窓んけだもんね。これ、下がるかもしれないね、これね。 先週の山の方が高いからね、これ。いわゆる148円の山ですね。うん。これなかったですね。その前の週ですね、これ。先週が一番高かったですね。で、今週はこうだよ。下手のショルダーですね。うん。 したかもしれないね。月曜日からね。うん、月曜日からしたかもしれないですね。うーん。これショートで言っといても、まあ、やめとこうか。月曜日の、中根終わってからたか,いいかもしれないね。中根終わってからね。うん。 うんちょっと待って。あ、そうだよね。うん。まあまあ、ま、ちょっとだからあれなんだよね。今一瞬だけ先週と同じとこまでちょっと来たんだよね。ちょっと一瞬だけね。 でも大体は下だったんですよね。うん。先週のところね、一瞬だけ来たんだけど、ダブルトップなんですね、これね。ここでね。一瞬だけ先週と同じダブルトップつけたから、もう下がりましょうってことですね。下がるかもしれないね、これね。ピヨンピヨンって下がってきちゃうかもしれないね、これね。うん はい。じゃあちょっと、あのー、仮想通貨見よっか。ビットコインとかさ。うん。ちょっと下がっちゃったかな。下がっちゃったね。ああ、でも390万円あるんだね。 まあ、いいことだと思います。うん。まあ、でも、下がったとす下がってねえな。下がっちゃいねえな。仮想通とか夢あるよね。400倍とか1000倍とか行くからね。夢あるよね。100倍とか500倍、700倍、1000倍。あるからね。もうだいぶ難しいですけどね。 まあみんながもう目を向けちゃってるからね。もう、ちょっともう今からじゃ難しいもう遅いんじゃないって感じですけどね。うん、まあもちろん10倍、20倍なんか当たり前ですからね。うん、700倍とか1000倍とかね。2000倍とかっていうのは余裕でありましたからね、1年間でね。 さあ、自分のね、資産がね、1億円が、1000億円になったりするからね、本当に。みんなな,なったからね、みんなね、本当にね。1億円、まあ100万円だった人が5億円になったりさ、うん。だけどね、貯金100万円だった人が5億円になったりさ、まあね、貯金10万円しかない人が5000万になったりしたからね。 うん、本当に本当にみんなしたんですよ。サラリーマンの人がね。とかまあ大学生の人が20億稼いだりさ。まあ普通のサラリーマンの50歳のねサラリーマンの人が体の枝で体の枝のねあプレーサープレープレ販売でさ買ってね40億になったりね。 したんですから。まあ、売ればよかったですけどね、その時ね。<laughs> まあでも、今でも高値ついてるからね、カルタレランね。まあ今売れば多分、4億か5億になるでしょうね。昔、高値の時売れば40億ですだたけどね。うん、まあ、しょうがないんですよね。なかなか、あのー、 頭と尻尾は取れないからね、絶対に。うん。難しいからね。今36円になっちゃったもんね、簡単ない枝ね。じゃあ一番いい時はっていうとここだよね。325円あったからね。うん、俺知ってるからね、これ、ね。325円の。 もう10分の1ぐらいですよ。9分の1とかね。ちょっと悲しいよな、ね、かな。まあ少なくても130円。まあ鹿児島のね、カルタの枝おじさんとかは130円ぐらいでね、一旦交換してるんですよね、この辺でね。この辺ぐらいだとかな。まあ、それがまだ夢のようですね。もう100円がなくなっちゃってるからね。 円なのこんなに下がるとは思わなかったね。うん、まあ、これ、この辺でさ、136円ぐらいで交換して、悪いことしたなと思って、その後ね、その後、こんな350円ぐらい買っちゃってさ、<laughs> 325か。悪いことしたなと思ったけど、よかったね、これね。全部買いちゃえばよかったね、これね。 その後、まあ浮き沈みあったけど、130円なんて夢のまた夢になっちゃったね、これね。36円50なんて、こんなにひどい仕打ちありますか、これ、ね。まあ投資っていうのはこんなもんでね。やったやったって騒いでるうちに、もっともっと、もっと,もっともっとって言うんだよね、みんなね。もっともっとって言うんですよ。うんとね、おこちゃまですね。 うん、あのー、赤ちゃんみたいねもっと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 欲しいっつってその間にどん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 落ちてるのにねいや復活するはず復活するはずっつってもう何日も何ヶ月も落ちてるのにねいやもう少し辛抱もう少しの辛抱っつってんでもうね消滅してなくなっちゃうとかねかあのー コイン自体がなくなくっっちちゃううとかしょっちゅうあるんですよあとは取引所自体がなくなっちゃうとかね。ある日突然閉鎖されちゃうとかね。本当にもうそんなものんんですね。それはもう株も為替も全部一緒ですから。国内業者だから安全だっていうのはね、それ嘘ですからね。金融っていうのはそんなもんですから。うん、そんなもんですからね。あの、ギャンブルだからね。 宝くじですけど金融っていうのはね。まあ、その点ほら、あのーメーー、メーカー、メーカーっていうさ、大事産業、<laughs> 大事産業ってさあの、農業って食べ物を作るとかさ、で電化製品を作るかとかねで、自動車を作るっていうのは、これはギャンブルじゃないですからね。毎日毎日、知恵を絞ってさ、開発、設計してね。 で汗水垂らして製,製品製造してね製品管理してね品質保証して <laughs> <laughs> 初めてお金になりますから一つ一つのねあの作業っていうのが必ずお金に結びつきますからギャンブルとは違うんだよねうんあのやってダメだったっていう作業は一つもないんですよそれは必ずお金に変わりますから でもこうやって、あの <laughs>、その代わりにね、だからこうやってボケーとしてね、ロングショート、ロングショートっていう、こういう他人任せの作業ってのはないんですよ。一つ一つ、全部自分でやらなくちゃいけないからね。プログラム開発もそうだし、電子基板の設計とか、LSI の設計とかね、半導体製作とかね、エレベーター、エスカレーターの開発とかね、自動車のエンジン開発なんか全部そうですから、全部自分、 分かって理解,理解してやんないときに、内燃機関のね、あの、動きなんかっていうのもそうですけどね、あの、プログラムの電子基盤のね、アーキテクチャの動きなんかっても全部自分で把握しないといけないから、それは頭よくなくちゃいけないですよね。勉強しないといけない、一生ね。その点、こう、金融機関、金融っていうのは勉強しなくてもさ、ああだろう、こうだろうって、まあ、結果が全てだから、結果が。 で、しかもほら、不利で大きく稼げるからね、これね。だから、あの、確率統計学の問題なんですよね、これね。うん、大きく狙うと大きく損失になって立ち直れないから。小さく狙っていくんですよね。で、その差やを狙っていって、まあ、大きく稼げるときに大きく狙う。で、稼げないときには一切やらないで。これを繰り返すことで、 あの資産が増えていくんですよね。でも、<laughs> まあだから第三次産業っていうんですかね、このね、サービス業の、まあその上から第四次産業っていうんですかね、まあよく考えたもんですね、金融業っていうのはね。うーん。まあ自分じゃ何もしないですからね、特に株好きなん株投資なんてそうですね。 自分で研究開発して営業してさ、製造して品質保証して、カスタマーサポートしてね、まあ、大変な思いしてさ、カタログ作ってね、マーケティングして、展示会出てね、世界中回って営業してね、っていう大変な作業してさ、メーカーってのはやりますけれども、そういうの一切やんないもんね。株も為替も先物も,も仮想通貨もさ、 魔法一台だもんね。どこ行ってもね。で、株なんていうのは他人、他人事だもんね。そこに経営者がいて、従業員がいて、そいつらがうまいことやるかやらないかだけだからね。うん。それに乗っかってるだけだから。為替もそうですね。乗っかってるだけですね。国。国の方針、金融方針に乗っかってるだけで、それがうまくいけばいいし、いかなくてもショート入れておけばいいと。 いうことですね。まあだから考え方がね、全く違うもんですから、まあ、まあ、製造と営業でも全然違うんですけどね。金融とまたま、まあ全く違いますよね。うーん。まあ、そこに面白みっていうのはあるからね、必ずね。あの、やっぱり。 極めてていいくっていうのは重要だと思いますよ若い人でもね <laughs> 若い人でもさ家でパソコン広げてデイトレーダーでね20億30億って稼いでる人もいっぱいいますからね20代30代の人がね あの貯金40億円できましたとかね、貯金50億円できましたってね、あの、20代の人、30代の人が平気でちゃちゃやってますからね。まあ、それを思うと、やっぱり、あの、まあ、片手間でもデモトレードでも一緒やってた方がいいね。で、いつかできるようになるから絶対。サラリーマンやりながらね。あの、電車乗りながらスマホでデモトレードやってて。 いつかこうできるようになって、そういえば最近お金減らないなとかね。最近まあ、そういえば最近でもお金増えてるなとかね。それ何やったんだっけみたいなね。まあいいんですよ。わかんなくて。結局わかんない方がいいんですよね。うん。なんでお金が増えたのか、なんでお金が減ったのか。まあいろいろやり方がね、あの変化してね。自分の癖が治るようになりますからね。 あんまりこう深く考えていくと余計なことになりますからね。それで、あの、会社がね、クビになっちゃってもね、何してもかにしても FX があれば、特に海外 FX だったら1万円もあればね、1万円入金すれば、まあ1日5000円は稼げますからね。それで月10万。で、それを元手にまたやっていけばね、 二0万30万40万って稼げるようになりますから、まあ、すぐにねあのお家復興してさ子供も大学やるやることできるようになるしねかみ、まあ、さんもバートアルバイト行,行かせなくてもねあの大丈夫になるからだからあの XM とかね俺は XM 素晴らしいと思ってるんですけどね、うん、出勤もだってその日のうちに最近やってくれますからね うーん、出勤拒否されたときは一度もないですね。この、俺何年やってるんですかね。13、もう9年ぐらいやってますね。うーん。夢と希望があるからね。うーん、いつかは二0 0億。いつかは1000億ってね。うーん、まあそうしたときにね、じゃあ自分は何、何に使うのって言ったときに。 何に使うこともないですよね。使えないから、一千億円なんて。一兆円なんて使えないから。店で開かすぎぐらいでね。でも店で開かしたら殺されちゃうから、もう。命にあわれてね。だから、まあ、事前だったに寄付するとかね。あの、日本赤十字とかさ。日本野鳥の会とかね。あとはまあ僕はまあもちろん、 自動福祉協会とかね、まあ、そういうところに寄付したいですよねあ。老人、訪問介護施設とかね、デイサービスとか寄付したいですよね。まあ、寄付したいとかいっぱいありますよ、図書館とかね。もうお金でよければ。うーん。まあ、そういうことに頭使っていきたいよね。まあ、あとは、もちろんね、世界中旅したいし、 アン君なんかもね、ずっと2、3年滞在してみたいと思ってるから、アン君とかカリブ海とかね、いいとこですよね。<laughs> まあ、英語もね、<laughs> まあ、大学出てるんでね、そこそこできますから。はい、それではね、今日はこの辺でね、終わりにしたいと思いますけども、一旦これを。 あのちょっと、どうか、まあ上がるかもしれないね。うん、まあ体勢整うかもしれないけど。ここまで行くよね。151円まで行くと思うんだよね。うんい。いってどうなるかだね。まあちょっと下がって、ブンって行けばいいけどね。そのまま下がって。<laughs> あのー、65円まで行っちゃうときもあるからね、あのー、ちょっと、551円でちょっと、こんなね、こう1年、一年がかりで下がってくるからね、あのちょっと気をつけないといけない一1年とかも半年がかりでさ、こんな半年も下げられたら、やっぱりショートの方向性に変えないといけないからね、目線をね。 それではね、今日はこの辺で終わりにさせてもらい,いますけれども、まあ、あの、韓国に住んでるね、みどりさんもね、まあ、体調悪いってことなんでね、まあ、あんまり無理しないで暑,暑かったり寒かったりしますからね、今ね、無理しないで美味しいものばっかり食べてください。まあ、僕はね、フルーツが好きなんで、スイカとかパイン、パイナップルですね、あとはバナナ。 ミカ、まあミカとオレンジですね。まあ、そこら辺食べてますけど、あとブルーベリーとかね。あとヨーグルト食べて、牛乳飲んでね。過ごしてますけどね。まああとは R1 飲んだりね。えー、していただければと思います。あのー、あとはね、あの牛肉とか豚肉とかね。 あの、チキンとかねに、肉食べると結構元気が出るみたいですね。すいません。それではね、今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼します。バイバイ。